清掃火山地形学は地球の表面上を構成するあらゆる地形の記載、分類、成因などを研究する分野で自然地理学の一分野でもあり地球科学の一分野でもある。19世紀末期に地質学、自然地理学の一分野として始められ20世紀後半には独立の学問領域として発展した。地形学は火山地形学、変動地形学、 河川地形学、海岸地形学、氷河地形学などの分野を持つ。地形の理解のためには、地球表面の形態を理解するとともに、地形の形成プロセスや、構成物質、地形の形成史の理解も求められる。地形学の中でも、地形の形成の原理をもとに地形を理解しようとする学問を、プロセス地形学あるいは、地形プロセス学といい、地形変化を、英力、 地形の構成物質、地形変化の継続時間を検討して、地形を定量的に理解しようとする。一方、地形の形成史をもとに地形を理解しようとする、学問を発達し地形学という。地形と地形変化については古代から記録されていたが、近代科学として地形学が成立したのは18世紀末である。近代地形学において、当初は、 地質学との関係性が強かった。約100年前に、ウィリアム・モーリス・ディビスにより、地形学は発展し、ディビスは、地形輪廻を提唱している。一方、グローブ・カール・キルバートやタニツ・エイジュのように、定性的な説明にとどまらずに地形を力学的な、説明から定量的に理解しようとする地形学者が、近年は増えている。ありがとうございます。